バーのカルデイラよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況はジョン。キックオフです。どういった滑り出しになるんでしょうか。裏を狙う、このパスはキーパーへ。ハミト・アルクントップ、ゴリエットに渡る、来ましたね。ここで受ける、狙える、さあフリーだ、おっと抜け出ましたね。ゴール速攻、広島先生1対0。ここでフリーで打たせてはいけません。最後ディフェンダーのアプローチが甘くなってしまいましたよね。まあでも相手のパスも見事でしたけどね。さあ広島いい滑り出しを見せています。相手の良さが出る前にゴールしたんで大きいですよね、はい、このまま自分たちのペース握りたいですね。そうですね、裏のスペースに置きに行く、惜しかったですね。今のがつながっていれば決定的なシーンでしたよね。いいドリブルですね、これね。これカウンターですよ。広島お こぼれた球は中村、セルギオ・エスクデロ、スルーパス、滝谷シュート、ゴール、ここで同点。いや追いつきました、素晴らしい。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。七海さんどうご覧になりますか。おそらく相手も警戒してたでしょうけど、ここぞというタイミングですよね。それを決め切るところが素晴らしいですよね。今日のゲーム見応えがさ、前半の19分を過ぎたところ、引き離したいですよね。味方を走らせる、ここは読んでいました。セルギオ・エスクデロ、中村へ、滝谷シュート、ゴール、ひっくり返します。滝谷直前のドリブル、素晴らしいものがありました。シュートの技術もそうですけど、ドリブルでしっかり突破していくっていうところが素晴らしいですよね。そうですね、滝谷今日2点目のゴールです。このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。いや、さらに攻撃的に行って突き放したいところですよね、はい、ただ守る意識も忘れてはいけませんね。なるほど、さあカウンタースピードを上げたいところ。前半30分を経過しています。今のところ1点をリードしてゲームを進めています。ここはカットします。青山、中村、前線へのボール、森島、長いボール裏へ落とす、森島、まだ危ないですよこれ。ここはすぐ奪い返します。狙う、この距離からのシュートは彼のストロングポイントですからね。こぼれたボール前線へ出す、カットです。
オリエント。あと2分少々で手元の時計は45分。中村。裏に味方を走らせる。オリエントに渡る。オリエントシュート。パス交換からシュートまで持っていきました。バンキーでの中央突破が美しかったですね。青山、ここでレフェリー笛を吹きました。熱い前半が終了でしょうかね、はい、後半もお互いアグレッシブに来るでしょうから楽しみです。そうですね、チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合。引き続きセカンドハーフに突入します。前半で2対1、今のところ1点リードしています。セカンドハーフ見ていきましょう。いやファインセーブですよね、素晴らしいですよね。ハミとアルトゥントップ、縦にボールをつないでいきます。広島、なかなか前にボールが運べません。裏を狙う、このボールをカットします。とボールはオリエンド、絶妙ですね。打った、いいし、これを繰り返していけばいいと思いますね。ハミとアルトゥントップ、ネット、このパスがつながります。青山、カマーチョ、このボールに触ります。セルギオ・エスクデロ、縦を使います。さあボールが抜ける、おー、いい展開ですね。このボールはクリアです。1点リードというゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。右サイドへ振って、このパス抜けてきます。後半21分というところ、おー、こぼれた。中村、ふわりとしたボール、負けだ。秋谷、今日得点を挙げています。ボールを奪えるか。広島としてはあそこ抜かれたら決定的な場面になってしまいますからね、はい、今のディフェンスは大きいですよね。そうですね、浮かせて裏を狙う、このボールはカットされます。ハミとアルトゥントップ、さあ前線へ、ここも抜けます。このボールをカットします。後半31分が過ぎたところ、ここ人数かけてますね、まだありますね。ハミとアルトゥントップ、どうする、味方を走らせる、絶好の位置だ。奪い返します。
セルギオ・エスクデロ、裏に味方を走らせる、シュートもあります。コースが空いたか、まだある。ここから早く前にボールをさばきたいですよね。あまり時間ありませんからね。さあどうだ、1対1。いやー、すごいね。スルーパス、アルナウトビッチ、ボールが収まりません。スペース出ましたね。クロス、ヘッド、ボールがこぼれる、シュート。マケダ、流れを止めます。前線へ出す。もう時間ないですからね。シンプルな攻撃っていうのもありだと思いますね。マルコス・ジュニオール、いいパスですね。マルコス・ジュニオールからのスルーパスは通りませんでした。拾われましたよね。長いボール縦へ、サイドのスペースを使う。いい展開ですね。アルナウトビッチ、自分で行くのボールは、さあボールを追う、さあファーへのボール、そのままキーパーが抑えました。主審、上を口に加えて、今試合終了です。2対1、逆転で試合に決着をつけました。勝利です。